白川市は福島県中通り南部に位置する市、欧州三関の一つ白川の関が置かれ、道の区の玄関口として知られる。東京や仙台市といった大都市のほぼ中間点に位置する。近年、ヤフーのデータセンターの施設や三菱ガス科学などの大規模企業の進出があった。東北新幹線の新白川駅を利用した首都圏への通勤者も若干見受けられる。 須高原に面し、低地の白川盆地にかけて、市街地及び農耕地が広がっている。夏涼しく、冬は寒冷であるものの市街地の積雪は少ない気象環境である。福島県栃木県白川の観光石石古代、白川は欧州の用として重要視され、文献にも登場していた。それは、道の区国際大の面積を有していたこと、縁起式神明帳において、 建国の大祖神として、欧州三宮の一つに挙げられていたことからも、幼少の地であったことが伺われる。平安時代には、農院奉仕が、東馬霞と共に立ち鹿戸秋風ぞ福白河の席と読んでいる。農院奉子以外にも、白川の席を読んだ歌は数多く、後年、松尾芭蕉は、奥の細道の中でそれらの歌や三文をもとにして、白川到着時の情景を歌っている。 夏季は、奥の細道よりの陰陽である。心もとなき日数をもるままに、白川の席にかかりて旅心定まりぬ、いかでとえと、貧窮誌も断なり。中にもこの席は三千駅の位置にして、風草の人心をとむ、秋風を耳に残し、紅葉を面影にして、青葉の小へ縄割れなり、うの花の白帯に、うばらの花の咲き添て、雪にもこゆるごこちぞする。 個人感を正しい衣装を改めしことなど、清助の筆にもとどめをけるしとぞ。うの花をかざしに、関の晴れ着かな空、奥の細道では、有名な書き出しの部分にも、春立てる霞の空に、白川の関越縁と、とある。また、場所に同行した、河わ空の随行日記には、奥の細道本部によりも詳しい記述があり、そこに記されている街並みや、 葬儀も年の逸話にまつわる石踏みが今も市内に残る。同随行日記は情景岩波文庫版奥の細道に書斎されている。古代には白川の石が置かれ広くその名は知られていた。江戸時代、城主松平定信が候補地を否定して現在公園として整備されているあたりを石跡としたのが有力とされている。中世紀には 小山市の流れを組む結城市の所領となった。長く二つの結城家が比較的平和裏に所領を分割統治していたとされ、両家の居城が今も白川城、白川城として市内に残っている。伊達市をもしのぐ力を有していたとされるが、戦国時代には両結城家による抗争が起こり、さらには佐竹市の攻撃を受けるなどがあった。江戸時代最初期、庭市によって、 城下町が整備され、それ以降は、普代中藩で老中を排出した名門白川藩の城下町として栄えた、欧州街道危険の地でもあった。その後と名門、有力大名が藩主としておもき、幕末には藩主、安倍政人が江戸老中として諸外国との接衝役にあたる南極を担った。結局、安倍の神戸公開校の判断が上位派の反発を招くこととなり、 田倉藩へと違法され、白川藩領は天領とされた。こうした藩不在という状況にもかかわらず、母親戦争において、白川の地は東西領軍にとって幼少の地と目されたため、一大激戦地になるという悲劇を生むこととなった。歴史遺産や市街の多くを消失したが、それまでの藩域は、現在の岩瀬軍、須賀川市にまで及んでおり、県内では、 アイズ藩に次ぐ大半であった。日本初の公演といわれる南湖公演の造営や日本最古の百科自転修50種を編纂し完成の改革を主導した松平貞信は今日でも広く市民に親しまれている。貞信は藩士の指定のための藩校立教館とともに庶民のための教皇時期教舎も設置し民衆に学森への道を開いた歌枕の聖地。 洪水と称されるほど来ない多くの和歌が都人、などにも歌われ、残されている。海外国内行田市と桑名市は、江戸時代に、お師藩、桑名藩との間で、安倍氏と諸松平氏の違法があった縁からの味方領違え、戸田市は旧大神村との姉妹関係を合併後も引き継いだ、もの。白川駅白鳳線東北自動車道の西号、バスストップからは、下記の路線が利用可能。 高速道路国道福島県道南湖、公園病石寺の音姫桜白川、ハリストス星協会白川ラーメン、白川市が舞台となっている作品映画、ありがとうございます。